新宿テラスシティ。新宿テラスシティは、東京都新宿区と渋谷区にまたがる、小田急グループが運営する商業施設地区の名称である。1967年に、坂倉純造の門下であった坂田誠作りが設計を担当した、新宿西口小田急ビルが竣工した。この駅ビルは、出来立てのプラットフォーム屋上を人工地盤に変え、甲州街道に車地を結んで完成させた。 この人工地盤の構築が短所となり、坂田らは小田急電鉄に大通り構想を提出した。大通り構想とは、新宿西口の春区からカリオン橋、小田急百貨店、モザイク坂から新宿ミロードに至る商業施設群を甲州街道を越えて軌道上空を利用し、代々木方面に延長するもので、新宿南口に関して小田急電鉄は、 隣接地所有者である JR 東日本と共同開発を行うことで合意した。この計画に沿って JR 東日本は本社移転先を新宿と決定し、新社屋である JR 東日本本社ビルを建設した。また、小田急電鉄は小田急サザンタワーを建設。合わせて両ビルに沿って開放空間である新宿サザンテラスを整備した。 2006年11月22日に、春区から新宿サザンテラスの至る商業施設地区は新宿テラス式と命名された。ありがとうございます。